4月どうもプラスピオン2話芸人の大野孝也です。よろしくお願いします。大野ちゃんです。よろしくお願いします。大野ちゃんです。よろしくお願いします、ね、もう新ポーズ、新ポーズ、大野ちゃんありがとうございます、ね、いやいやっていう、これもうこれ流行るかな、流行るんじゃねえか。今年の12月ね、流行語大賞でもう、オーナーちゃんでーす、これも流行ってるかもしれない。全国の大野がもう真似する、全国の大野、嵐の大野くんまで真似しちゃうかもしれない。オーナーちゃんでーすっていうのをやるかもしれないってぐらいのね、まあ、そんな話どうでもいいんですよっていうことをね、まあちょっとオープニングでやらさせていただきました。ありがとうございますね。ということでね、今月ね、話したいことやっぱ2つあるんです。まず1つ、イチロー引くべきなの、これまず一つ。イチローさんどうですか、これまず一つ。二つ目、 TS 第一なんで誰取るんですか。ありがとうございます。まあやっぱ今月は盛り上がるところって二つあってね、やっぱり第一なイチロー、イチロー鈴木ですよね。イチロー鈴木、まあね、もう僕は100連して撮らせていただきました。で、無課金アカの方も、まあ、見ていただけてると思うんで分かると思うんですけど、60連で撮らせていただきました、はい。まあ、両方一郎撮れたよという話でございます。で、まあ、使用感とかね、結構僕も、まあ、ちょっと使ってきてだんだん分かり始めてきたというか、まあね、やっぱり、高橋由伸ってやっぱ、ね、高橋由伸さんとも結構比較されるじゃないですかね、イチロー高橋由伸どっちみたいな。まあゲームで言ったらやっぱ高橋由伸さんの方が上だと思うんですよ。まあなんでかっていうと、イチローさんの、まあすごいところってまずミートが89で、ライトの守備が S で、裏捨ても高いというところだと思うんですね。で、かつて高橋由伸さんって、まあ、ミパ同値なんです。まずミパ同値 AA のね、 AA あれば別に問題ないです、ゲームでは。で、アーティスト、はい、これもうプロスピやってる方だったら分かる通り、アーティストっていうのはもう間違いないよね。打ちやすさ半端ないよね。で、広角、これ広角って今リアタイの環境よりめちゃめちゃ重要なんですよ。そう、流して、まあ、流す方向に飛ぶ打球の打球速度が失速しないっていうのはめちゃめちゃ重要で、これ外野取りにくくなるんですよね。ライナーで飛んでくんで、これ全然違います。後方角打法を持ってるか持ってないかじゃ全然違います、はい。で、まあライトの守備も特殊で A に乗る、まあ A あったらもう全然いいよねっていう話、ゲームではね。そうで、まあ言うたら高橋由伸さんで裏捨ても高いと、ね、あれっていう、由伸でよくねみたいな、そういうね感じになってくるんですよね。で、僕は高橋由伸さん使用したことないんで、まあ分からないんですけど、でもアーチ広角ってまあ僕も何度か使用してるんですけど、まあ打ちやすいんですよ。まあ打ちやすくて、正直リアタイ環境でアーチ広角出しとけば負けねえんじゃねえかなって俺思って、最近今リアタイも今23勝2敗とか、ほんと全然負けないですよ楽天。ちょっと無双し始めてきちゃってる大野ちゃんなんですよね。なんでかっていうと、やっぱアーチ広角で結構並べてるんですよ。そうなるとやっぱ強いなっていうのは感じるんで、ことリアタイに関して言うと、僕はやっぱりイチローさんより高橋由伸さんで、高橋由伸さん持ってるんだったらイチローさん引かなくていいんじゃないかなって俺は思ってます、はい。俺はね、もうほんと忖度なしよ。イチローさんに忖度したいけどね、ただ忖度はなし、イチローさんより高橋由伸さんの方が上。ただここスピリッツの差っていうのがあって、まあプロ野球スピリッツっていう名前がね、もうスピリッツに出ちゃってるんだけど、あ、スピ4000とスピ3800の違いっていうのはあるんですよ。そうだ、そこをどう取るかだよね。ただまあ今のリアタイ環境は全然スピ3800でも前ますっていう話なんで、まあ僕は由伸さんでいいんじゃないかなとは思ってますね、持ってる人はね、
ただやっぱり一郎さんに思い入れある人ってやっぱすごいいると思うし、 なおかつこの初代一郎、初代一郎っていうのが僕はすごい、うん、なんだろう、プレミア感があるなと思ってて、今の背景で出てくる一郎ってもうこれでラストなんですよね。もしかしたら次に出てくる一郎って、まあ、OB 第一な第二なみたいに、まあ、なんかちょっと雲がふわーってなってね、あのゴールドのやつね、そういうのを背景で出てくるんじゃないかなっていう、これはもうラストかもしれないんで、やっぱり初代一郎を取るべきじゃないかなって俺は思ってるんです。俺は絶対一郎を取るべきだと思ってる派なんです。だから無課金あかりも引いたじゃないですか。そうだからそこはやっぱり、うん、僕は一郎はぜひ取ってほしいなと思ってますね、うん、まあ使用感とかは別にしてね、うん、ってな感じですかね。まあ一郎さんについては、うん、まあやっぱ特納しないとこもあるしね、やっぱり一郎っていう特納が出てこないとやっぱちょっと中断度きついなっていう感じはあるしね、うん、まあだからそこはね、皆さんいろんな YouTuber の方も見てて、ね、ぜひ参考にしてみてください、で、TS 第一の話いきましょうか。TS 第一弾はね、僕松井和夫さん出ると思ってるんですよ。そう、今まで西武って TS 第一なんて松坂大輔で出てたんですよ。大輔松坂で、大輔松坂がもう OB になったんで、多分2022 OB 第一弾で大輔松坂が来ると思う、あの西武ね。ってことは TS のじゃあ西武の目玉次誰って言ったらやっぱ松井和夫さんなんですよ。で、松井和夫さんで、あと日山の新庄を出ると思ってて、で、あと、福留さん出るんじゃないかな。あ、福留さんも出るんじゃないかなと思ってる。あと、金子千尋さんが、どこで出るかだと思うんだけど、まあ、そういうね、非常に楽しみな面もあるんで、僕は、まあ、どんな選手出ても、第一弾は、僕は松井和夫さんを取りに行きます。ショートで使ってみたいんですよ。今もうショートって坂本勇人一択、一強時代なんで、でやっぱパワーヒー広角だし、多分松井和夫さんよりも使用感いいんじゃないかなっていう感じはしてるんですけど、ただ松井和夫さんはオール A で、でまあ総力型なんですけど、で僕極みにできるんですよ。 A ランク5枚持ってるんで、でなおかつスイッチヒッターで、僕結構左も好きだし右も、まあ、どっちも打てるタイプなんですけど、でもやっぱ左で固めてみたいっていう気もあるんですよね。左ってやっぱ強い打者多いんで、そうだから左でちょっとショートの左ってあんまいないから、鳥谷さんぐらいか、だから僕はちょっと使ってみたいなと思ってて、松井和夫さんが出たらランキング走ります。まあガチで取れたらもう言うまでもないってな感じですね。だからこの DS 第一弾は僕は松井和夫さんを取りに行く、絶対取りに行く、はい、ってな感じですかね。まあ、TS の目玉ってこれからいろいろあって、まあ、ノリさんとかもね TS 大賞になったんで、ノリさん第一弾で出るんじゃねえのって話もあると思うんですけど、僕はねノリさんは第3弾ぐらいで出るんじゃないかなと思ってます。第3弾も熱いんで、1弾の目玉、まあ、でも1、まあ、アーチストでもいないっていうのはないか、アーチストやっぱ1人入れとかないと分かんないってなると若大賞とかある、原田ノリさん巨人あるかな、それもちょっとねワクワクしてるんですよね。そうだからプロスピ2022シリーズも、めちゃめちゃワクワクしております。まあね、いろんな選手使ってみたいですし、まあ、リアタイでね僕も結構強くなってきたんで自分でも分かるんですよね。もう負けねえっすよ、さっきの話に戻るけど、もうランクセットも負けないから、ちょっと連勝記録とか今年ちょっと生放送でやってみようかなと。だから最近負けたら即終了みたいなランク戦やってて、あの生放送やってて、結構ね負けないんですよね、やっぱり僕も、もうそのぐらいのレベルまで来たということで、まあ今後もねちょっと面白い生放送をいろいろやっていきたいと思いますし、動画をね、たくさん、投稿していきたいと思ってますんで、ぜひともね、2022シリーズ、この OHK、これから頑張っていきますんで、ぜひともよろしくお願いします。ルグヤね、今月はイチローの話と TS 大戦の話でしたね。まあね、プロスピ、僕ほんとね今ねパズドラとかねウィーレとかマスターデュエルとかねいろいろダウンロードしてるんですよ、今ショップでポチポチやったりしてるんですよ。
でもやっぱり俺はプロスピエースに時間を捧げたい。俺はプロスピエース一択だ。ありがとうございました。